これは大蔵城と原田氏のことで、まあ、大蔵城の標高300とかどんな城だったとか、原田氏の5代とか8代とかいろいろ載ってる看板みたいなものです。じゃあ入り口行きましょう。まあここが大蔵城の入り口です。ここにも看板があるんですけど、まあ、ここからまあ結構まあ登るの疲れるんで、まあ、もし引く人は頑張ってください。レッツゴー！レッツゴー！あ、バカでかい。こういったけど美味しくないか。森の熊さんだわ。ある日、森の中。わあ、いや景色。楽しい。まだ全然だよ。あとちょっと。めちゃくちゃ楽しい。やばいね、この景色。結構最高だわ。なんか、神秘的だよね。あ、はい、みんな注目。はい、この時、何だと思う？中間地点。竹。中間地点。これはね、願い事の叶う竹と言われてるものだよ。振って願い事言ったら叶うかもしれない。空から100万円が降ってきますように。友達100人できますように。自分の夢が叶えますように。着いた。どこが農業手法か。やぼね。どうだった？おいらの石あるかな？ここが四角です。のろし台がありました。のろし台は煙を上げて他の大蔵城以外の近くの城に煙を上げて、敵が来た時などに、知らせて言いました。なのでのろし台はとても大事です。掘り切り下ろし掘り切りそっちだって。なんかめっちゃ石積んである。ここが堀切りです。堀切りは下から敵とかが来た時にこの急な坂で敵が来にくくするためのものです。今もこんぐらい坂になっています。降りるのが怖い。おおすげえ。ほんとにそうやる。楽しい。おめでとう。先生、掘り切り看板どうします？今度ちょっと直しに来ようね。ほいすんな。この看板は皆さんで作ってるんですか？この看板は多分、何年前だ？過去の6年生3年前に作った。ココ君の緑がしたいって上で説明する。あ、ここか。注目。ここはクロワです。クロワは斜面を平らにしていろいろ利用できるようにしたものです。みんなポーズいいかな。はい、チーズ。はい、もう一枚いきます。違うポーズしてください。はい、チーズ。待って待って、違う。山ポーズ山ポーズ山ポーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。あっちが小学校なんで、まあ鍛冶屋があったというのは、あ、こっち、あの左斜めぐらいで鍛冶屋と、まあ、ババがあったそうです。陣屋、まあ他の地域の人を迎えるところはここからまっすぐところで、まあ、途中で廃止されました。右斜めは巨漢や下屋敷などがあって、井戸もあったそうです。チャンネル登録、高評価よろしくね。
よろしく。景色が綺麗ってことは伝えたいんだよね。どこで伝えたいの？まあ、どこも綺麗ですよ。先生、先生、間伐しましょう。間伐をする。ダメなのカラミエダです。修行としたの。カラミエダね。間伐の勉強してたね、去年ね。カラミエって何？え、絡まってる。うわ、やべ、首に大きいの枝が絡まってるもん、全体に。そうそう、正直だよ。言うよ。お、お。11番の。質問したいことがあるので質問させていただきます。大蔵城の勉強とかを通して楽しかったことってありますか？去年の2月にその生活総合発表会でその大蔵博物館っていうのをやって、それまで調べてきたことを、まあ、親の人たちに知らせれたことが、楽しかったなと思いました。一番びっくりしたところとかあるかな？上の方の堀切りでそのまだ形が残っているところが、すごいなと思いました。昔はあの山のとこが絶景というのが驚きました。まだ残っているってこともそうだけど、まあ、いろいろまだ何かに使うっていうところの圧とかも残っていたりしているところがすごいなと思いました。逆に大蔵城の勉強で大変だったことはありますか？調べることとかは楽しかったので、まあ、登ったり降りたりするのが一番大変でした。昔のことなのでそのまだ分かんないから、そのはっきり 言っちゃダメとか、そういうはっきりしたことを伝えたいけど、その昔のことだからよく分かんないから、その伝え方が難しいと思いました。で、まあ、山道が細いから登るのが大変でした。昔のことだからすごい調べるの大変だったと思うんだけど、どういうふうに調べたんですか？本とかで調べたんですか？学校の裏側の裏山の物知りな伊藤八郎さんっていう人がいて、その人の祖先は原田氏のと、まあ、使いだったそうで、その人がいろいろと教えてくれました。気づいたこととか感じたこととかこう思ったとかありますか？まあ、なんか結構身近な人にもこういういろんな物知りな人がいるんだなって思ったし、こんなすごい人なんだというのも感じたので、まあ、結構面白かったです。登るときちゃんと登りにくい急な坂をなんかすごい作ったというのが頭いいなって思いました。掘り切りとかその単純なのにしっかり敵が入ってこれないとか、そういうのが、すごいと思いました。大蔵城にどんな人に来てほしいとか、どんなところを見てほしいって思いますか？僕が見てほしいのは資格とかよりも願いの先の方が見てほしいです、ね。誰でも願いの先見たらなんかワクワクすると思うからです。まあ、それからなんか絶景が好きな人たちとかはもう来てほしいです。まあ、理由は途中で上見るとすごい綺麗だから、まあなんか絶景好きな人とか喜びそうだから、まあ、そういう人たちが来てほしいです。一番見てほしいのは堀切ですね。どうしてかっていうと、まあ、堀切山のなんか、まあ、もっとこんなんだったっていう、まあ、元のものとか残っていたりするので、なんか一番、まあ、本当に登りにくいんだなって、まあ、感じることができると思うので一番見てほしいです。去年2月でその生活総合発表会やったので、そのまあ親の人にも見てほしいし、その地域の人たちにもその私たちが伝えたその発表の、どんな本当にどんなこと
こんなことなんだなってその思ってくれるといいので、その地域の人に見てほしいと思いました。ありがとうございました。